はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではラグランジュポイント、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、エレキシーの中で、まず女性のクリスを仲間にしまして、その後にね、まあ、電力を回復させたんですけれども、このアイアンシティにいたね、ダン将軍率いるアイアン部隊なんですけれど、まあ、なんかのことをね、起こそうとしているということで、まあ、このアイアンシティに戻ってきたんですけれども、なんかその部隊はね、隣の製鉄所に行ったらしいという話を聞いたところで、まあ、前回は終了したんですけれど、今回はじゃあそっちの製鉄所の方に向かってみましょうか。モービルかな。まあ、すぐ隣なんですけどね。中入れそうですね。お、人が捕まってますね。これは森田かな。敵。ジャッカルと、もう一人は誰だろう。アルマジー。まあ、普通に戦って勝てるでしょう。あ、二人ともメラメラしてますね。メラメラ状態だとやっぱりクリティカルヒットが出やすいんですけどね。お、デニスがランクアップしましたね。ジン君、僕だ、森田だ。ここに閉じ込められたんだ。アイアンカードがあれば出れるんだ。なるほど。まだその辺に逃げ遅れたアイアン部隊の隊員がいるはずだ。頼むよ、捕まえてきてくれよ。了解です。じゃあまずこっちの方から行ってみましょうか。あ、エレベーター。アイアン部隊います。まあ、ここにも敵いっぱいいますね。まあ、ガンガン戦っていきましょう。バイオ軍は弱虫ラーと煽ってますね。下に降りられそうですね。あ、なんかアイテム、ハンドボム、まあ、戦闘用のアイテムですね。戦闘が多いな。マルチフィート、ムカデみたいなやつですね。3人がかりでやっと1体か。なかなか厳しいな。ん？ 3 人でも倒せない。頑張れ。よし。ふう。お、人がいますが、ここはなんだ？っていうか、こっからだと、さっき右の方にいた人とは話せないですね。丸まじぐらいならばサクッと倒してほしいんですが、なかなかそうもいかないかな。まあ、ヒットポイントとバッテリーはまだ大丈夫でしょう。これでいけたかな。あ、でも経験値320はなかなか高いな。ロッカーとかは特に調べても意味ないですね。お、人がいますね。この人もアイアン部隊かな。ダン将軍は逃げちまったんだ。俺も置いていかれたんだよ。ささやかながらコンテナにあるものはお前にやるからさ、見逃してくれよ。まあ、しょうがないですね。アルミナレックを手に入れた。アルミナレックはじゃあ一応ジンに装備させましょうかね。ガードが3ぐらい上がったのかな。で、肝心のダン将軍はどこに行っちゃったんでしょうかね。
うん、ここからは無理ですね。反対側に回らないとダメなのかな。まあ適当に攻撃振り分けて、まあ、クリスは全体攻撃のね武器を持ってるんですが、あ、スピードを奪われまくってますね。まあ、全体攻撃の方がいいのか単体攻撃の方がいいのかっていうのもね、まあ、ちょっと考えものなんですが、まあでも単体攻撃で攻撃力が高い方がいいのかな。じゃあ戻りますか。エレベーターはちょっとキャンセルですね。右側から行かないとダメそうですね。まあ普通に戦いますか。ちょっとクリスが食らってるかな。98のダメージ結構でかいな。ああ防御力ダウン。まあ、この戦闘終わったらちょっとクリス回復しましょうかね。それまではなんとか耐えてくれると思うんですけれど。いや敵が強いな。頑張れ。ん？ああクリスがちょっとパニックっちゃったかな。ヒットポイントが低いとどうしてもねパニックりやすいんですよね。励まし、クリス。お、メラメラになりましたね。まあ、回復もしちゃいましょう。まあ、1000あればなんとかなるかな。エレベーターはキャンセル。お、いますね。頼む、許してくれ。俺も置いていかれたんだよ。ああそうですか。お前たちが戻ってこないように橋を落としたのは男将軍の命令だったんだ。ほう。頼む、許してくれ。これをやるから見逃してくれ。あ、アイアンカードを手に入れた。とセリフは変わんないですね。部隊の人たちを置いて男将軍はどこに行っちゃったんでしょうかね。あ、ゾウ豚。この敵は確かなんか強かったような覚えがあるんですが、まああっさりいけちゃいましたね。上昇。じゃあモリター助けましょうか。アイアンカードをドアにセットした後、男将軍は最初から僕らを騙すつもりだったんだ。どうやらイシスシティのシャトルを狙っているらしい。イシスシティのポートに急ごう。了解です。モリターを連れていくことにした。ああそうですか。男将軍はイシスシティに向かったみたいですね。これでまあアイアンカードをまあ手に入れたんで、アイアンシティにまあ捕らえられていたというか、あの元アイアンシティのアストロですね、まあ、彼を助けに行きましょうか。その前に一回回復しましょう。どのくらい稼いだかな。1590。まあ宿代で75、まあ、1500円ぐらいは稼げたのかな。地下に捕らえられているアストロですね。助かったぜ。俺はアストロ。男将軍に逆らってここに閉じ込められてたんだよ。男将軍はイシスシティのシャトルをずっと狙っていたんだ。
自分たちだけ逃げるためにな。なるほど。君はこれからどうする気だい？ダン将軍を追いかける気かい？はい。気に入ったぜ、相棒。俺もついていくぜ。俺のしっかりキット2をやるよ。ほんの挨拶代わりだ。気にするな。さあ、こうしちゃいられない。急ごう。了解です。しっかりキット2を手に入れた。アストロは仲間に加わった後。アストロ。まあ、一応能力見てみますか。こんな感じかな。アストロラング。うん。まあ、今はね、ちょっと弱いんですが、まあ、かなりね、終盤まで、まあ、頑張ってくれるね、仲間になると思うんですが、うん。まあ、挑発でね、結構かっこいいですね。イケメンな感じの、アイアン部隊のアストロ。確かこの人かな。アストロ様の武器です。うん。私が守っていました。持って行ってください。ありがとうございます。溶液銃を手に入れた後。長い戦いが待っていることと思います。お気をつけて。ま、このセリフは多分アストロに言ってるんでしょうね。で、このゲーム、まあ、リーダーでね、まあ、こんな感じでグラフィックも変わるんですけど、街の人のセリフもね、ちょっと変わってくるんですよね。分かっています、アストロ様。あなたには恋人がいるのですね。イシスという恋人が。ああ、ちょっと切ないですね。やあ、アストロ。俺はお前の味方だったぜ。な。うん、怪しいですね。アイアン部隊は製鉄所に行ったっきり消えちまったさ。なんか、せいせいしたなぁと。わーいわーい、イバリンボのアイアン部隊がいなくなったズエイと。まあ、アストロは、まあ、戦闘にしてもいいんですが、まあ、やっぱりジンかな。それで、アストロは、何も持ってないですね。まあ、さっき、女性から、溶液銃かな。アタック16。20上がりましたね。じゃあシリコンレッグも、うん、装備させましょう。そしたら、まずは、装備品買っちゃいましょうか。シリコンネット、それからアーム、で、足は持ってるんで、ボディですね。せっかく稼いだお金がパーですね。じゃあ装備しちゃいましょうか。ヘルメット。アーム。で、ボディかな。アイアン部隊ならもういないよ。これからは俺たち市民でこの街を守っていくんだ。うん。ダン将軍はまた何か企んだみたいだぜ。ほうほうほと笑っていたものなぁと。これアストロだとセリフ変わるのかな。一緒かな。この人は、ダン将軍を信用するなよ。あいつはずる賢いやつさ。いなくなったから言うんだけどなぁと。あ、アストロ、俺を恨んでいるのか。怒るなよ、キャインキャイン。まあ、調子のいい市民ですね。ちなみに、クリスだと？セリフは一緒かな？一緒っぽいですね。さっきの調子いいお兄さんは？一緒ですね。この子供はセリフ変わるかな。クリス姉ちゃん、また旅に出るのと。ちょっと変わりますね。
じゃあリーダーをジンに戻して、まあこのままイシスシティに戻ってもいいんですけれども、隣にあったロボット工場ですね、あ間違えた、モービルをレンタルして、ここですね、ゴチンドアにぶつかっちまった、チッチッチダメだよ、このドアはタム君かジータンの声じゃないと開かないらよ、タム君優秀ですね、タム君だ開けろこんなセリフで、こちらセキュリティシステム107ドアロックを解除します。ここにいるロボットですね、あ戦闘、ジャッカル、お全員メラメラしてますね、あスピード奪われまくりですが、もっとぶっ飛ばさんかいと森田も煽り入れてますけど、これで倒せるかな、このロボットはチックの方かな、私の名前はチック、戦闘用ロボット、私は戦うために作られた、なるほど、あなたはレジスタンスの戦士か、サテライトベースへ行くのか、はい、あなたが私のマスターだ、バッテリーポイントキット1を預けておく、私はサテライトベースでオーバーホールしてもらう、あなたの役に立てる時を待っている、バッテリー、まあ、BP キット1位ですねを手に入れた、チックはまあいずれね、まあ合流するんですが、ここでは直接仲間にはならないみたいですね、まあ、オーバーホールが必要だと言ってましたが、あそっかアストロも全体攻撃か、残りバッテリーに気をつけなと、おかなりいいダメージ入りましたね、もうちょいかなおジンがランクアップ、そういえばアストロってレベルいくつなんだろう、13、なるほど、カロリー500、まあ回復ですね、お、ゾウ豚がいっぱいいますね、まずはジャッカルから倒した方がいいかな、あーその前にスピードを失ってますね、そう、この様子を見ているって、まあ、表示されたんですけれど、何ターンか後になんか痛恨の一撃みたいなのをね繰り出してくるんですよね、逃げるのも作戦やーとまあ逃げてる場合じゃないんでね、戦いましょう、あ来ましたね、痛烈な一撃、600ぐらいのダメージかな、まあでもエレキシティにいたあのヒットポイントを奪ってくる敵よりは、まあ、だいぶ倒しやすいかな、アストロが食らっちゃってますね、ヒットポイントが低い人を回復しましょうか、他になんかアイテムはあったかな、まあ、ちょっと探索しましょうか、全員メラメラ状態なんでいくらか戦闘は楽だと思うんですけどね、なかなかクリティカルは出ないかな、ジンが普通の状態に戻りましたね、
頑張れもうちょいかな、あと一目盛りぐらいですね。よし、エレベーターがありますね。エレベーターじゃなかったただの部屋でした。あ、回復ですね。ヒットポイントキット2、これは、あ、ジンが使えるようになりましたね。ヒットポイントキット1で500回復で2で1000かな、1000ぐらいね、回復しますね。ロボパーツ、まあ、これはさっきの、まあ、チックみたいに、ロボット専用のアイテムなんですけれど、まあ、能力の上がるアイテムですね。これはリストに入ってるのかな、普通のアイテムかな、違う、持ち物、あったあった、うん、ロボパーツどうしましょうかね。まあ、ロボットを、まあ、パーティーに入れなければ、まあ、必要のないアイテムなんで売却しちゃってもいいんですけどね。まあ、どういう風なパーティー構成にするのかはまだ考えてないんで、まあ、一応持っておきましょうか。いや、敵が強いな。まあ、これで一応チックを仲間にするフラグを立てましたんで、じゃあ出ましょうか。あ、ここじゃない。なかなか外に出られませんね。うん、これで OK。じゃあアイアンシティに帰りましょう。普通に帰れるかな。まあ、それでイシスティにまあ戻らないといけないんですけれども、まあ、ちょっとね、距離も長いんで、とりあえず今回はここでセーブして終了しようかなと思います。まあ、ちょっとアストロとかのね、レベルも上げないといけないんで、まあ、一応回復して、で今回はね、ここでセーブして終了しようと思います。あ、間違えた、セーブ、はいはい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。